こんにちは、トルーパーズの山中です。今日も素晴らしいゲストに来ていただきました。どうも、素晴らしい準レギュラー近くは変わらないスイマス芸人、堀内若松です。よろしくお願いします。どんどん赤羽で味方どんどん増やしてますか？まあ、敵も増やしてますね。敵増えちゃうんですか？味方と同じぐらい敵も、まあ、そこはね、見てる人が味方であることを願いますよ。お願いしますよ。皆さん結構優しいんで、寛大な方が大丈夫ですね。赤羽で見つけたから狙撃されることないです。狙撃されないです。大丈夫ですよ。お願いしますよ、そこは。みんな武器類の扱いの非常に真摯ですから大丈夫です。ありがたい。ありがとうございます。はい、さあ、はい、今日は、リバーシブルゲームマーカー、うん、はい、こちら一応スワットという香港のメーカーに直接オリジナルで作ってもらった商品でございます。オリジナルです。はい、すごい。一応2個入りです、ちゃんと、うん、で、サバイバルゲームの時に皆さんこちらにつけるマーカーですね、こちらをよくフィールドなんかでレンタルで貸してくれるんですよ、はい、ところがやっぱりもう自分のマイマーカー持ってたらどうっていう世界ですね。なるほど、まあ、そんなんで、まずサイズが、こちら普通の状態で35センチ、うん、で、よいしょってやったところで、はい、15センチから最大で20センチまでは伸びました、うん、先ほどで幅が約3センチであると、まあ、そんな感じのフリーサイズなんですけども、はい、赤と黄色、いいですね、おしゃれですね、この色。おしゃれなんだ。なんかマクドナルド思い出しますね、この感じ。おね、いいですよ。でもフィールド行ったらみんな赤チームと黄色チームでみんなこれつけてるんですよ。それを貸し出すやつもそうなんですか？はい、貸し出してくれるやつもそうですね、大概赤と緑ですよね。あ、赤と黄色ですよね。やっぱ目立つ色なんですかね。うん、そうそうそう、パッと瞬時にさ、やっぱりあ、敵だ、味方だってね、まあ分かんないと時々味方打っちゃうあ、あるあるある。そう、うん、みんな仲良しだからいい。で、まあ、付け方としては普通にこうベルクロがここに引いてあるので、ちゃんと黄色には黄色のベルクロがついてて、赤には赤のベルクロがついてて、リバーシブルですね、はい、どうですか？いや、いいですよ、血が止まることもなくつけ心地もいいですよ。僕はどうかな。血止まっちゃうじゃないですか。僕ちょっときつね。僕ちょっときついけどな。でもそれはもう腕につけなきゃいけないものですか？手首とかじゃダメなんですか？でもなんかね、この間行ったところ手首につけさせてた、だからやっぱりこうやって打ったり構えたりするときに一番目立つから、まあ、そうですね、前にやった方が、まあ、あ、そんなわけで、はい、2人で喪に服してたかなんかのキャンペーンだかよくわかんないですけど、まあ、そういうわけでこちらのリバーシブルゲームマーカー、はい、下の方にリンク貼っておきますので、ご検討いただける